兄様、仕込みの進み具合はいかがですか？ええ、少し前に消灯させましたので。念のため、もう少し待ってからサンタさんに来てもらいましょうか。そうですね、普段でしたら。でも今日は全然大丈夫です。床に入っても明日が楽しみで、すぐには寝つけなさそうですから。もしお邪魔でなければ、兄様のお仕事を見てても良いですか？さすがの手際ですね。フランスでのお勉強、お疲れ様でした。そうですね。でもお父様が長期出張でいらっしゃらないタイミングで良かったです。誰の目もはばかることなく、兄様の料理やケーキを味わいますし。頑固なのはお父様譲りですし、仕方ないですね。兄様、もしかして、あずきにでも何か言われましたか？もう、あずきったら、余計なことに気を回して。正直なところ、最初の頃は少し寂しい気持ちもありました。私は、世界一の兄様っ子ですからね。でも、あずきがうちに来て、メープルが来て、シナモンが来て、ココナッツが来て、ショコラとバニラも来て、猫たちのおかげで寂しいこともなく幸せでしたから。それに猫たちのおかげで気づいたことがあったのです。私には私にしかできない方法で兄様を応援することができる。お父様のことやお母様のこと、私にできるのはその程度ではありましたが、でもそれは私にしかできないことだと。ですから、大好きな兄様の夢への力添えができたのでしたらば、それは私にとってこれ以上ないお褒めの言葉です。ですから、謝られることなど、わずかにもございません。ええ、こちらこそ、です。あ、パティスリー、ですか？兄様、兄様、謝らないでよいと先ほど言ったばかりですよ。しぐれは愛する兄様のお役に立てることが何より嬉しいのです。兄様は、兄様の夢を追うことに胸を張ってください。猫たちもいます。私のことは心配ありません。私も、
もう小さな子供ではないのですから。それに、迷惑だなんて言わないでください。たとえ離れていても、私がついています。ですから、誰も頼らずに一人で、なんて、言わないでください。私と兄様は、二人きりの兄弟ではないですか。はい、わかっています。兄様は私のヒーローですから。子供たちにプレゼントの時間ですね。ご主人様！ご主人様！ご主人様！見て、見てください！サンタ、サンタが本当にいた！これはこのおもちゃ一生大事にします。私もこの絵本一生大事にする。僕も欲しかった。大きいぬいぐるみ嬉しいな。毎日抱いて寝るんだ。にゃん。私はスキンケア用のコスメセットだったよ。ボディケアクリームでもっとおっぱいに磨きをかけられるな。嬉しい。ロイヤルウッドのティーカップなんて贅沢。これで毎朝美味しい紅茶が飲めるわね。小豆は何だったの？猫の髪留めだな。ま、最近髪も伸びてきたし、ちょうどいいや。せっかくもらったもんだし、ありがたく使わせてもらうわ。サンキューな、箇所、してくれ。え、大事に使わせてもらうわ。はい、ありがとうございます。そうですね。さすがにバレてますね。でも、ちゃんと猫たちも喜んでくれてますから。猫の成長は早いですから。目の前の今夜のパーティーですね。みんなグラスは持ちましたね。それじゃあみんなで一緒に。せーの。メリークリスマス！猫性にこんな幸せあっていいの？
知らなかったけど、クリスマスパーティーってすごいのね。さすがの私でも感動しちゃうわ。見て見て、姉ちゃん、カショウさんのケーキすごいよ。本当にお店で売ってるケーキみたい。みんな本当に良い表情してますね。兄様が腕を振るってくださったおかげさまです。あー、兄様のその言葉が容赦なく妹心に刺さります、刺さりますわ。さすが今日はクリスマス、兄様も一味違いますね。うっす。ご主人様、ご主人様、ケーキもお肉もサラダもスープも本当に美味しいです。これ全部本当にご主人が作ったの？ご主人本当に天才だと思う。毎飯毎飯確かにうめえもん作るなとは思ってたけどよ、伊達に留学してたわけじゃねえんだな。本当の本当の本当に美味しいよ、お兄ちゃん。僕毎日クリスマスでもいいってくらい。毎日こんなんじゃカショが死ぬでしょうが、まその気持ちはわからないでもないけど。じゃあこれからは毎年クリスマスパーティーしましょう。一年に一度くらいならわがまま言ってもいいですよね。と猫たちが言ってますが、いかがでしょうか兄様。また来年もクリスマスパーティー。来年もいい子にしてサンタに会ってお礼を言うことにする。上がってんのはわかるけどよ、んな上ばっか見てたらこけんぞ。へえ、これがホワイトクリスマスってやつね。特別感があってなかなか悪くないじゃない。こんな日にこんな綺麗な景色が見れるなんて、すっごいロマンティックで素敵すぎるよ。すごいすごいです、ご主人様。雪、これ雪って言うんですか、ご主人様。おお、寒さを忘れる美しさ。雪すごい、ほんとすごい。天気予報では何も言っていませんでしたが、雪が降るなんて本当に素敵ですね兄様。そうですね、きっと神様の計らいですね。ねえ、ご主人様、
ご主人にずっと言いたかったことがあった。はい、言いたかったことです。タイミングがなくてなかなか言えなかったけど、ショコラたちをご主人様の家族にしてくれてありがとうございました。ショコラ、ご主人様の猫になれてすっごく幸せです。私もご主人の猫になれてすごく幸せ。俺まだちゃんと言ってなかったから。ご主人様がお礼なんて変ですね。ご主人ならそう言うと思った。来年も再来年もその次の年もずっとずっと一緒にクリスマスを過ごしましょうね。私もショコラとご主人とみんなとこれからずっと一緒にクリスマスパーティーしたいと思う。はい、もっともっと盛大に。それでショコラがもっと大きくなったら、ショコラをご主人様の恋猫にしてくださいね。ご主人がどうしてもって言うなら、私もご主人の恋猫になってあげてもいいよ。ショコラもお姉ちゃんたちみたいに早く大きくなりますから。ご主人様のために。すぐにご主人もそんなこと言ってられなくなるくらい可愛くなる。猫の成長は早いんだから。はい、楽しみにしててください。うん、楽しみにしてて。入ってパーティーを続けましょう。はーい、パーティーパーティー。まだまだごちそう食べなくちゃね。今のうちに食いだめしとかねえとな。うん、もうお腹いっぱい食べちゃうぞ。私は新しいティーカップでとっておきの紅茶入れちゃおうかな。私ももらっていいかな。